昨夜伝えた通り、我々変ゆえはこのままアンカービルを離れることになります。すまないね、アークライド君。アーロンたちもまだこの地の安全が確かめられてもいない最中ではあるが、一応最低限の連絡係くらいはクーロン銀行に残しておくつもりだ。何かあれば連絡してくるがいい。何を考えてるのか知らねえが、やっぱりアシェンやギエンじいさんの方とも完全に連動してやがるみたいだな。ええ、この状況でかつての先代が現れたのがしかと確認できたこと、それとお二方による見届けも合わせて我々も一丸となる必要がありまして、君たちと連携したいのも確かだが、まずは兵衛として力を合わせる必要がある。だが状況が定まり次第必ず力になろう。どうかそれだけは覚えておいてほしい。たく、サオやその野郎はともかく、あんたにそう言われちまったらな。あった、お互いケリをつけ次第すぐにでも連絡させてもらうぜ。代わりの助っ人も見込んでいるんで、どうか気にしないでください。ミラベル、あんたの方も気に病む必要はないぜ。そうは言ってもやな、なんとかギリギリまで引っ張れはしたけど、現地サポートに来て解決に立ち会えへんなんて、 SC としてじくじたるもんがあるっちゅうか。それを言うならMK が総力を挙げている状況に付き合えない私も同じでしょう。どうか気をつけてミラベル、お互いいい報告ができるよう尽くしましょう。リゼット、せやな。お兄ちゃんの方にもよろしく伝えておいてください。ああ、もちろんや。フェリちゃんにみんなもくれぐれも気をつけてな。
アニエスお嬢さん、グラムハード閣下からの伝言です。今夜中にイーディスに帰還、寮ではなく大統領府に泊まって、明日の打ち上げセレモニーに出席し、大統領令嬢としての立場を披露するようにと。何？ちょっと待ってください、キンケイドさん。そんないきなり、さすがに勝手すぎるんじゃないですか。ルネ、そっちの事情は知らんが、頭ごしってのはやめてもらおうか。バイトとはいえ、うちで雇ってる従業員、まずは俺に話を通すのが先じゃねえか。バンさん、それは失礼、アークライド所長。だが国家元首の身内をこのような状況にとどめるリスクについても理解しているはずだな。それを押しても彼女に残ってほしい個人的な理由があるならば話は別だが。昨夜お二人で夜の巡回をされたそうですが、いいんです、バンさん。キンケイドさん、このまま立つということですよね。アニエスさん、待ちなさい、こんな勝手な話に従う必要なんて。ええ、今からでしたらギリギリ日が変わる前に閣下とお話できるでしょう。そうですか。父も忙しいでしょうし、それを逃したら時間は取れなさそうですね。わかりました。でしたら私の方は構いません。アニエスさん、あはは、助手一号失格ですね。今回の 4SPG 解決していないのに途中で抜けることになってしまってごめんなさい。皆さんもあまりに底知れない相手ですけど、どうかくれぐれも気をつけてください。念のためですけど、これを。いや、それは遠慮願いたい。この地の状況が終わっていない以上、遺産を奪われるリスクもあるでしょう。万が一に備えて娘ともども8つ全てを首都に退避させるよう計らってほしい。グラムハート閣下からのオーダーです。そんな当然の配慮かもな。操られてた両兵やマフィアは一通り抑えたが、あのイクスと首都とやらは潜んだままだ。この地がおとりで別の場所で何かをやらかそうとしてる可能性はゼロじゃねえが、やばい匂いは消えてねえ。まだ首都の方が安全ってのは確かだろう。アニエス、お前の方でちゃんと持っておけ。バンさん、物分かりが良くて助かる。まあいざという時はオークションで落札したという品にでも頼るがいい。遺産を参考に作られたらしきレプリカ、いざという時の保険に使えるかもしれんぞ。確かに一昨日の夜はアニエスとゲネシス抜きだったわね。当然のように把握してんのはともかく、ま、せいぜい当てにしとくさ。でも遺産を参考に作られたって。お嬢さん、そろそろ乗ってください。ダスワニ警部、あとはお任せします。首都からの増援も来ているそうですし、彼らやギルドと合わせて対応していただけると。勝手なことを。だがそちらが手を引くなら、こちらはこちらでケリをつけるまでだ。アールトン SC、 できれば早めに MK のメイン業務への復帰をお勧めする。そちらの方はご随意、計画への干渉以外は多めに見ましょう。
これはご丁寧に。協定もありますし、そのあたりは安心していただけると。ふん、取り決め以外についてはこちらの好きにさせてもらうがな。あんたに言われるんは腹立つけど、とりあえずは了解や。アニエさん。あの仮面の女の人のことも含めて、バンさんたちのことお願いします。それとどうか無事で、すぐにでも首都で再会しましょうね。わかりました。アニエスさんのお誕生日会もありますし、無事みんなで首都に戻りますから。うん、こっちの方は心配しないで。でもアニエスさんの方は。そうね、正直どうしてこんなタイミングでってのは。唐突なお披露目といい、いささかうろんであるのは確かだな。ああ、あんたの助太刀にしても手配していた車についてもな。確かに少々手際がよろしすぎる印象かと。だったらせめて私は付き合わせてもらおうかしら。レン先輩、オデットたちへの引き継ぎが残ったままこっちに来ちゃったのもあるし、明日予定通り助っ人が来るなら戦力的にはなんとかなるんじゃないかしら。ああ、こっちは問題ねえ。アニエスの方についていってくれ。そうするわね。くれぐれも気をつけてちょうだい。先輩、勝手に決められても困るが、ま、心配というならやむを得まい。同乗を許可する。席に余裕はあるから他に希望者がいれば検討するが。はだったら私もついでに乗せてってもらおうかね。おばあちゃん。ドミニクだろ。あなたがですか。しかし一体どうして。あんたらじゃないが、今夜こっちに寄ったのはあくまでイレギュラーでね。私は私で首都に用事があるってだけさ。ついでにジョーちゃんたちの見届けもさせてもらうよ。タクシー代も浮くってもんだしね。それともバーバーはお呼びじゃないってか。いえ、滅相もない。いいんじゃねえか、この状況だと頼もしい限りだろう。そうね、用事っていうのは少し気になるけど、同乗していただけるならぜひ。よろしくお願いします、ドミニクさん。ああ、こっちこそだ。ああ、もう昨日から連絡がつかないと思ってたらまたいなくなるなんて。悪いね、ジュディス。クロエにもよろしく伝えといておくれ。ただ私はあくまで先々代、この地でのケリはあんたがつけることだ。アークライド、シシ殿たちも決着の方はくれぐれもよろしく頼んだよ。たく、裏事情も含めていずれ話を聞かせてほしいもんだが。はい、わかった。そちらもどうかよろしくお願いする。繰り返しになりますけど、皆さんどうかくれぐれもお気をつけて。それと明日の打ち上げが終わってこちらが片付いていなければ戻ってきますから。それはさすがに。なんとか片付けて戻れるよう頑張るから。お誕生日会盛大にやりましょうね。いい酒なんかも用意してせいぜい派手に盛り上げてやるからよ。
未成年のお祝いにお酒は。ささやかですが、お手伝いさせていただけると。夢坊も楽しみにしてるからな。お互い無事に首都で会うとしようぜ。用事が片付いたら一足先に事務所で書類整理でもしててくれや。はい、わかりました。やれやれ。それじゃ一足先に失礼するわね。明日エレインたちが助っ人に来るかどうかはともかく、せいぜい生き延びろよバン。は言われるまでもね。とっととケリをつけて、お前らのうさんくさい計画を暴いてやるから覚悟しとけよ。やれるものならやってみろ。私もそれでいいよ。また臨時で雇ってくれるなら。朝早くから飛ばしてもらった甲斐があったみたいね。ええ、ジョルダーノさんに頼んで早朝からここまで飛ばしてもらったわ。本当はヨルダさんの体調がまだ心配っていうのはあるけど。もう本当に平気。あの先生も一応許してくれたし。昨日あった出来事は一通り聞いたよ。いろいろとヤバかったみたいだね。でも潜んでるらしいイクスはまだ姿を現してないんだよね。私も腹をくくるだけ。臨時バイトの方認めてもらうよ。なんか先輩にアニエスって人も首都に帰っちゃったみたいだし。アニエスさんのお披露目にルネたちの動向と計画も気になるけど、安全には最大限配慮されてるはずだし、レンさんもついてるなら心配無用でしょう。問題は彼女たちが抜けた戦力ダウンでしょうけど、せめて私も助太刀させてもらうつもりよ。遊撃士としても、あなたたち裏解決屋のパートナーとしてもね。
搬入急げ。発射まで6時間を切ったぞ。エクスキャリバーの最終チェック急げ。空間起動ユニットもな。正午に照射が入ったらペアリングを封鎖する。ネジ一本どころか傷一つ見逃すんじゃねえぞ。ミス。うん、大丈夫みたいだね。コックピット内の G は心配だけど。まあ少佐ならば心配無用だろう。全2回の発射時の数値以上のシミュレートを何度もクリアしている。あの起動ユニットの G も乗り越えるはずだ。そうだね、エルメスさん。うん、エミリア少佐だったら春のなかったことになったクーデターでもすごい腕前だったし。カトルにハミルトン先生のことか。うん、考えてみればあの事件ではみんな一緒だったんだなって。あの時は私がおかしくなっちゃったけど、今はカトル君は首都から離れて危ないところに飛び込んでるみたいだし、博士とは連絡がつかないどころか非公式に手配されたかもしれないって。それにヤン兄さんが設計したっていう機密フェーズに属したあのハッチって。お前の領分ではない。打ち上げ後の少佐の生命維持サポートに専念することだ。お前もカトルもハミルトン先生も無論私もそれぞれの道を行くだけだろう。 あくまでこの計画についてはな。先生の安否の改めての確認やもう一つの件については話が別だが。そのためにも今は何としても計画を成功させないとね。それにしてももう一つの件か。4月に打診された時は驚いちゃったけど。私もだ。あちらも同じくそろそろ最終段階に入っているはずだが。そっか、アークライトたちもアンカービル方面で大変そうね。トールズの面々も含めていろいろとお騒がせしちゃってるみたいだけど。ガイアはともかく航空宇宙軍、そして私も自分の仕事をするだけよ。3年前と同じく運び屋としてもね。その息よ、エルメスちゃん。どうか無事でちゃんと帰還したら新作カクテルをご馳走させてちょうだい。ええ、楽しみにしてるわ、ベルモッティさん。プロメテウス4の各種センサーに異常なし。本基地上空の大気も安定しています。15時までの降水確率は 2%。 整備班から最終チェックに入ったとの連絡がありました。マスコミ対策は CID 方面で完了とのこと。一般視聴者向けの公式映像も各パターンごとに準備できています。ゼクー宇宙軍基地、ハーリングです。
おはようございます、大統領閣下。〇〇にはエミリア・ハーリング少佐も搭乗機にスタンバイ、アンサラーも含めた全工程準備が完了、帝国通りに最終フェーズを開始できる見込みです。了解した、ありがとうございます。ハーリング閣下、3年もの間元部下の荒唐無稽なわがままに付き合っていただいて本当に感謝に耐えません。礼を言う必要はないさ、ロイ中佐。カルバードの、いや、ゼムリアの未来のため、君はこのやり方を選び実行したのだ。恐ろしく傲慢で、間違いなく独善的で、それでも唯一無二と思われる解決方法。多分、歴史上のどんな人物にも不可能な、ロイ・グラムハートにしかできないやり方を。閣下、帝国通り作戦開始は1300、レーバ定員計画最終号令の方はよろしくお願いします、大統領閣下。ああ、2時間前には自分も地下コントロールセンターに降りるつもりだ。わかりました。正直まだついていけていませんけど、でもお父さん、本当にそれでいいんですか？ソフィー、リリアさん、どうか安心してくれ。決して世界を終わらせはしない。共和国大統領としても、一ゼムリア人としても、そして何よりただの一人の父親として、必ずや娘の未来をつなぎ止めてみせる。
お疲れ様です、アークライドさん。ぜひ味わってみてちょうだい。またいつでも。それじゃ気をつけるのよ。新鮮な野菜を揃えてるぜ。仕事を始めるわよ。スケジューラーを起動したわ。ありがとうございます。感謝する。失礼します。つけてきて奇襲とか。最近の正義の味方はよっぽど血の気が多いんだ。
し。じゃ、こっちも町に戻ろうか。説教？さっきのはあの女が私たちの決着に首を突っ込んでこないように分からせただけ。これはイクスを取り戻すのはあくまで私がやるべきことだから。大体私はこういうやり方以外何かを決着させる方法は知らないから。ましてずっと一緒だった唯一の家族がああなった以上は。他の普通の大人と一緒か。変われる？諦めるな。そうやって知ったようなこと。私は新しい可能性があるなら否定はしたくない。でもそのためには。そのためにはけじめをつけなきゃいけないといったところか。そんなこと言うのも変かもだけど、一応ありがとう。少しはモヤモヤが晴れたかもしれない。うん、こっちも臨時バイトとして最後まで付き合わせてもらうから。